今のでも外に構えてて、インコースに向かっていったんですけど、はい、バッターピクッとこう体が動いてますからね、はい、相当このアウトコースに意識があると思うんですよ。それを消していかないと、はい、ちょっと苦しくなってきますよね。本田打ち、おっと危ない、頭でしょうか、心配です。ヘルメットのあたりを抑えています大野。これは当たりどころを考えると非常に大丈夫ですかね、心配です。あ、今担架が持ち込まれました。今の場面もう一度映像をご覧いただきますが、ちょっと耳の上ぐらいですね。そうですかね、ちょっと心配ですね、はい、今まだ、まあ、こう倒れ込んだままというより安静にした方がということは右手で、はい、こう本人が制するような動きも見えますが、まあ、当たった場所が場所ですからね、とにかくできるだけ、余計な動かすこと、あ、起き上がりましたね。ただ本当にあのこの場所というのは、あ、そして今、はい、危険球退場ということになりますね。そして今張本ピッチングコーチも、西村監督にそれを伝えに行ったようです。一方の大野は起き上がって三塁のベンチに戻っていきます。担架は使いません。まあ、ただ場所が場所ですからね。そうですね、はい、一方の唐川も危険球退場ということになりました。唐川投手を危険球で退場とし、両チームに警告を発し試合を再開します。今お聞きいただきましたように両チームに警告を発し、ピッチャー唐川危険球退場です。